ドコモプライムシリーズ回 -06B は富士通によって開発された NTT ドコモの第三世代携帯電話端末である。ドコモプライムシリーズの端末回 -09A の後継にあたるプライムシリーズの富士通製端末で外観は回 -09A と同様にディスプレイ部が上下にスライドするだけでなく90度回転させて t 字にもなることでディスプレイを縦でも横でも使えるスライド横モーションを採用した。富士通製端末では過去にも防水仕様の端末を発売しているがスライド式で初めて防水仕様となった。噴水を浴びたり水没した後にも動作する IPX5 等級と IPX7 等級に加え水深1.5メートルまでの水中でも カメラ撮影などが可能な IPX8 等級にも対応する。ただし、防塵性能は持たない。液晶の画素数は、解マイナス 03A や解マイナス 09A と同じ4 8 9 6 0ドットで、大きさは解マイナス 09A より0.1インチ、大きい3.5インチである。指で画面に触れるだけで操作できる。 静電容量式のタッチパネル仕様となっている。画面をタッチしてからの応答速度が向上したことにより、タッチ操作がスムーズに素早く反応するようになった。マルチタップ操作にも対応している。また撮った写真に手書きでコメントをつけたり、スタンプやデコ名文字でデコレーションでき、メールに添付することができる、手書きスナップや富士通独自の高性能、手書き文字認識エンジン搭載により、 漢字や記号、絵文字も文字種の切り替えなく手書きで入力できるフリータッチライティングを搭載。走り書きでも認識可能なほか自動学習機能で使うほど性能が向上する。文脈処理によって認識文字を自動で判別したりキー入力同様に入力予測機能にも対応している。カメラ機能は従来機種よりもさらに強化されメインカメラは 約1320万画素 CMOS にアップ。画像処理エンジンには従来のミルビュートを携帯電話用に最適化させたミルビュートモブルを採用している。細部までくっきり撮影できるフル HD サイズのフルハイビジョン動画撮影が可能。ただし HDMI 端子がないため外部機器に出力する機能はない。そのため撮影したフルハイビジョン動画は マイケロスディカードによる持ち出しのみとなる。また、記録画素数に応じて画質の劣化しない倍率までズームできるスーパーデジタルズームは超解像処理が新たに加わり画質が劣化する高倍率でも劣化の少ない綺麗な写真を撮影することができる。フラッシュは広角対応高輝度 LED の採用により発光範囲が広くなり夜間や 室内などの暗い場所でもより広範囲で明るい写真を撮影できる。撮影シーンに合わせて端末が自動的に判断する自動シーン認識は従来の標準、人物、風景、拙者、夜景に加え、新たに QR コードの自動認識に対応。あらかじめ登録した人物の顔を優先的に認識する個人認識撮影機能、サーチミーフォーカス 人物の笑顔を識別するスマイルファインダー。最大 ISO25600 相当の高感度撮影に対応。また CMOS カメラの高速画像処理により 13M サイズでの7枚連写が可能なほか、シャッターを押した約0.39秒前後の写真を7枚連写して、またばき、ブレ、笑顔旅から総合的に判断してベストな1枚を進めてくれるベストショットセレクト。 被写体を追尾してピントを合わせ続けるトラッキングフォーカス肌や瞳をきれいに見せる美肌瞳強調モード局所コントラスト補正トリプルブレガードといった撮影アシスト機能も引き続き搭載している無線 LAN 機能を搭載しアクセスポイント経由でインターネットに接続できる Wi-Fi は最大 54Mbps の IEE802.11g に対応 簡易設定機能として、a ウ s と Wi-Fi プリテク c t e セットアップに対応しているため、アクセスポイントとの接続も簡単に設定できる。さらに回 -A6B 自体が Wi-Fi アクセスポイントとなり、フォーマのインターネット回線を無線 LAN 対応のパソコンやゲーム機などの Wi-Fi 機器と共有することもできる。簡易設定機能として a ウ s に対応しているので、 簡単に外部機器と接続できる。ワンセグは 60fps の4倍速表示に対応。また視聴中に受信エリアが変わると知らせる。オートエリア切り替え、録画先の残容量に応じて、本体、またはマイケロスディカードへ、自動保存やタ機能との同時利用をやながら、メールができる2画面表示、録画データについて再生する開始位置の指定が可能。 アンテナには電波が届かないところでも安心なホイップアンテナを採用。ワンセグやミュージックプレイヤーのサウンドをホームシアターに相当する 5.1CH サラウンドで立体的で臨場感ある音質で楽しめるドルビーモバイルや FM 波を飛ばして自動車や自宅のオーディオコンポの FM ラジオで手軽に臨場感、あふれる音が楽しめる FM トランスミッターを搭載。 セキュリティ機能も充実しており、暗証番号の代わりに指紋で認証操作を行うことができる富士通定番の指紋認証センサーを搭載。その他指定人物やグループに関する情報をまとめて非表示にできるプライバシーモードマイケロスリカードにパスワードを設定できるマイケロスリパスワード設定。画面のコントラストを下げて表示内容を見えにくくするプライバシービュー。 着信時に表示される相手の名前や電話番号を小さな文字で表示する。着信控えめ、表示、画面オフの状態になった時に、タッチ操作やキー操作を認証付きでロックする。画面オフロック、何も操作していなかった場合にロックする。置き忘れセンサーを備える。また、メール、電話発信、i モードなど、機能ごとに制限をかけ。 信用の暗証番号の設定で子供に変えてほしく、ない設定の変更を防ぐ、親子モードも搭載している。タニタ製の赤外線通信対応の体組成型、血圧計から測定結果を赤外線や Bluetooth で受信し、回 -06B の中で集中管理することができるほか、タニタが提供している健康応援ウェブサービス、カラダカルテとの連携により、 正しい健康管理をバックアップできる。またメーカーの i イモード公式サイト、会計対応演談で提供されている、歩数計や活動量計と連携したサービスを利用できる。文字入力には、ニュアンスコミュニケーションジャパンが開発した、中国語用の TQ、フレイジルテキストインプットが搭載され、簡体字でのメールができる。なお、日本語入力システムについては、従来の富士通生、 ホーマ端末では A 特区が採用されることが多かったが、回 -06B では E1 を採用している。基本的なプラットフォームは従来の富士通端末と同じくシンビアンベースだが、ドコモの共通仕様であるオペレーターパックが採用されている。工事園やリーダースーバ辞典、新刊五輪など29種類の辞書コンテンツを内蔵した本格的な電子辞書機能を搭載。さらに、 マルチメディア辞書が DVD として同梱されていて、マイケロスリカードを用意してインストールすることで、映像や音声も利用できる。回 -01B や回 -04B、回04 -07B に採用された、えずれシしプロ監修の8が、スイングレッスンを本機種でも採用。本体を腰に装着してスイングするだけで、スイングフォームを測定することができ。 測定結果に基づいた理想のスイングに近づくための診断やアドバイスを見ることができる。また搭載されている加速度センサーを使って端末を体につけて運動をするとその運動強度を滅という単位でリアルタイムに測定できそこから消費カロリーなども計算できる身体活動量測定アルゴリズムを実装したエクササイズカウンターや歩数計情法と連動し歩数に応じて アニメのストーリーが展開する待ち受けフラッシュ、ウォーキングバニーを内蔵している。以下のアイアプリが購入時に端末にプリインストールされている。急に暗転し電源が切れたり、ボタンが取れてしまうなどの不具合が確認されている。大きめのサイズのファイルをメールに添付して送信すると内部ストレージをメモリとして利用するため、 内部ストレージにあった送信メール記録が抹消されてしまうという不具合がある。ありがとうございます。